大統領宮殿セティニエは、モンテネグロの都市及び、基礎自治体。イタリア語の名は、チェッティニエトルコ語の名はチェティネ。モンテネグロの歴史的な首都であり、かつては憲法上の首都でもあった。基礎自治体の人口は16,657人。都市部の人口は13,918人。セティニエは、モンテネグロの南の沿岸部の一角を占める基礎自治体であり、 自治体全体で、の人口は2003年で1万8000人程度。町は、石灰岩の山に囲まれたカルストの内側に置かれている。町を取り囲む山のうちの一つは、ロブチェン山であり、黒い山と呼ばれる同国の国名の由来となっている。セティニエは15世紀に建設されて、以来の多くの歴史的遺産が残っている。町は、モンテネグロの歴史的首都として、 同国文化の中心であり、また、セルビア文化、聖教会にも大きな影響を与えてきた。それは、オスマン帝国によって、バルカン半島の大半が支配されている時代でも、モンテネグロは、独立を保ち続けていたことと大きく関係している。セティニエの歴史は15世紀に始まっている。オスマン帝国の拡張に対する戦争の中で、イヴァン・ツルノイエビッチは、首都、 次々移転しながら抵抗を続けた。そして1475年に、この山に囲まれたカルストに新首都を置き、道地に修道院や庁舎などを建てた。この時に、道地は、そこを流れるツェティナ川にちなんでツェティニエと名付けられた。このような経緯から、ツェティニエは単に行政の中心であるのみならず、モンテネグロ国家の精神的よりどころともなっている。19世紀に入ると、 オスマン帝国との調考関係を脱却し、完全な独立を勝ち取るための戦争が始まり、1878年のベルリン会議で、モンテネグロの完全独立が承認されると、フランス、ロシア、イタリア、オーストリア、ハンガリー帝国など多くの国々がセティニエに大使館を設置した。ニコラ一世の統治下で、セティニエは大きく発展を遂げ、宮殿、女学校、 病院などが建設された。1910年に王政に移行すると、さらに開発が進み、政府庁舎などが建設された。この年の統計調査によると、人口は5895人を数え、その多くがセルビア人であった。後にモンテネグロはセルビアに併合され、ユーゴスラビア王国の一部となる。第二次世界大戦後、 ユーゴスラビア連邦人民共和国の構成国として再建されたモンテネグロでは議会が同国の首都を地頭グラードに設置することを決定し、セティニエは首都としての地位を失った。セティニエは基礎自治体セティニエ市の中心であり、同市内で唯一人口1000人を超える町である。セティニエ市の人口水民族別人口、民族別人口、その他宮廷協界線後、 長らくセティニエは観光地としては忘れられてきた。しかし、セティニエは、その、モンテネグロの歴史的、精神的中心地として歩んだ、独特の歴史があり、ブドバヤコトルといった、沿岸部のリゾート地にはない魅力を持っている。セティニエ修道院やブラシカ教会、開放期の19世紀に建てられた、庁舎、博物館、旧王立劇場、かつての美しい格好、 モンテネグロの独立に伴って再び多くの観光客が集まることが期待されている。クロアチアのドゥブロブニクからザブタット、コトル、ブドバ、そしてゼティニエを訪れるようなツアーも組まれている。ゼツキドム劇場ゼティニエは、モンテネグロ成立から5世紀にわたって、モンテネグロの文化の中心であった。ゼティニエには、ジュルジェツルノイエビッチ中央国立ライブラリー、モンテネグロ国立博物館、 国立書庫、モンテネグロ国立文化遺産保護協会、ゼツキドムモンテネグロ王立劇場がある。これらはいずれも開放されている。最も重要で古い施設は、セティニエ修道院であろう。セティニエは古くから、印刷、出版の歴史があり、ツルノイエビッチ印刷所は、モンテネグロ、セルビア両国の歴史、文化にとって、重要なものが含まれる。例えば、 この印刷書はキリル文字によるタイプライターを広めたことなどが挙げられる。他にも、このモンテネグロの印刷文化を受け継いだ歴史的な印刷書として、1833年に開業したニエゴシュ印刷書、1858年に開業した国家印刷書などがある。国家印刷書は後にオボドと解消された。モンテネグロ発の文学。 科学年間グジュリツ立は1835年に、モンテネグロ初の新聞は1871年に、セィニエの印刷書で出版された。モンテネグロ国立博物館モンテネグロの歴史的中心地であったセィニエには多くの博物館がある。下記の博物館のうち、セィニエ修道院博物館と電気産業博物館を除いて、 タワすべて、モンテネグロ国立博物館によって管理されている。セキニエは、ブドバ、ポドゴリツァの漁師から共におよそ3 0トル離れており、漁師とは2車線の道路でつながっている。また、コトルとを結ぶ道は、質は良くないものの、歴史的な街道であり、コトル湾の素晴らしい景色を見ることができる。ティバト空港からは5 0トルであり、ベオグラード、チューリヒビンをはじめ、 夏季のリゾートシーズンには多くの航空機が出入りする。ポドゴリザ空港へは 55km あり、欧州各地と結ばれている。ありがとうございます。